皆さんこんにちは、市民リポーターの堀口春奈です。平成27年2月1日、厚木市は市政施行60周年を迎えました。その厚木市が歩んできた60年をあゆころちゃんと一緒に振り返ってみたいと思います。あゆころちゃんよろしくね。おー、あゆころちゃん今日は気合が入ってるね。それでは厚木市政60周年記念番組始まります。厚木市政60周年記念番組、60年を振り返ってみよう。さて、あゆころちゃん、60年を振り返りましょうね。あゆころビジョン。堀口さん、あゆころちゃん、私が進行させていただきます、まった京子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀口さん、あゆころちゃん、厚木市ってどこにあるか説明できますか？では私が説明しますね。厚木市は神奈川県の中央にあり、西には大山、東には相模川が流れています。厚木市は都心から46km、横浜から32km に位置し、東名高速道路や圏央道などが通り、物を運びやすいという地理的条件にも恵まれているんですよ。なるほど。あ、でも厚木市ってどんな歴史があるんだろう？厚木市にはおよそ9000年前の縄文時代から人々が住んでいたと言われています。弥生時代以降は村が作られていたようです。古墳も見つかっているんですよ。厚木の地名が初めて文献に登場してくるのは1338年に無双祖籍というお坊さんが書いた手紙に厚木と書かれていたの。地名の由来は木材を集める場所であったことから、厚木が変化した説やアイヌ語のヤオロケシから名付けられたとも言われていますが、正確には分かっていません。あ、つまらにキュウリ場ってバス停があるけど、何か関係あるのかな？川を使って木材が集められていたので地名が残っているんですよ。なるほど、地名って歴史と大きく関係してるんだね。あゆころちゃん、江戸時代の厚木村は相模川を利用した船の中継地や大山への街道の宿場町としてにぎわいました。当時の厚木を訪れた渡辺崋山は、厚木の盛んなこと都と異ならずと驚きました。渡辺崋山って江戸時代の画家の？そうそう、堀口さんよく知ってますね。はい、学校の歴史の授業で習ったから。小江戸と呼ばれて繁栄してたんだよね。あら、ほんとよく知ってる。勉強熱心だったんですね。大正12年の関東大震災では大きな被害を受けましたが、復興目覚ましく昭和2年には小田急線が開通、養蚕や鮎漁、稲作などの産業を中心に発展しました。あゆころちゃん、厚木の人って偉いよね。大震災があってもみんな元気いっぱい頑張ってたんだもん。私も見習わなくっちゃ。そうよ、堀口さん、厚木の人は元気に厚木を一生懸命盛り立ててきたの。堀口さんも負けずに厚木をどんどん良い街にしていきましょうね。はい。そして昭和30年2月1日、厚木町、睦相村、小鮎村、玉川村、南毛利村など1町4か村が合併し厚木市が誕生し、7月に越智村と相川村、翌年9月に荻野村が加わって現在の厚木市の形になりました。厚木ってこんな形なんだ。堀口さん、これで厚木がどのような歴史でどのように誕生したかよく分かったでしょ？はい、私厚木に住んでるけど全然知らなかった。やっぱり自分が住んで生活している町がどんなところか知ってみると親近感がぐっと湧いてくるね。あゆころちゃん、まだまだ厚木の魅力はいっぱいありますよ。あゆころビジョンを見てくれる？ここから厚木の街がどのように発展してきたか見ていきましょう。
昭和30年、県下13番目の市として厚木市が誕生しました。昭和39年には静岡県沼津市と結ぶ国道246号が全線開通。昭和44年には国道129号と東名高速道路が全線開通しました。昭和51年には小田急線本厚木駅新駅舎が、昭和59年にはバスセンターがそれぞれ完成。人々の交流が盛んになり、商業施設が集まって経済活動が活発になりました。そして時代は平成へ。平成になっても厚木市の成長は続きます。平成9年には厚木中央公園がオープン。平成12年にはぬる水に防災の丘公園がオープンしました。防災の丘公園は避難場所としても利用できる公園。東京ドームのほぼ2倍の広さに約2万人が避難できます。平成15年度には県立厚木病院の経営を神奈川県から厚木市に移し、厚木市立病院を開院しました。現在さらなる地域医療の中核を担う病院を目指して、新病院への建て替え工事を進めています。この春には救急手術棟と A 棟の第一期工事が完成し、新病院での診療が始まります。平成28年度の全面完成に向けて工事を進めます。平成22年には WHO 政府コミュニティ推進共同センターから政府コミュニティ認証を取得しました。政府コミュニティとは、事故や怪我は偶然の結果ではなく予防できるという考えのもと、市民の皆さんと市役所が協力して、誰もがいつまでも健康で安心安全に暮らせる街を作ろうという取り組みです。同じ年には清水小学校が国内で2校目となるインターナショナルセーフスクールの認証を取得。安心安全な学校づくりに子どもたちや先生、地域の皆さんが一緒になって取り組んだことが評価されました。平成25年には圏央道の圏央厚木インターチェンジが開設しました。さらに昨年6月には東名高速道路が圏央道によって中央道、関越道ともつながりました。山梨県や新潟県方面への移動時間が大幅に短縮され、さらに便利になりました。そして平成26年、厚木市の新たなランドマークとなるアミュー厚木がグランドオープンしました。ショッピングや映画館のほか、勉強に打ち込める活動スペースや子育て支援センターを備えた市民のための新たな拠点としてにぎわいを見せています。この60年で厚木市はどんどん成長しているんだね、あいころちゃん。産業の発展だけでなく、厚木市には大切な文化芸能などもあるのよ。相模人形芝居、3人で1体の人形を操る人形芝居です。国の重要無形民俗文化財として、江戸時代から続く大切な郷土芸能です。ササラ踊りは、ササラと呼ばれる竹で作られた楽器や太鼓を鳴らして行う踊りです。神奈川県の無形民俗文化財に指定されています。この他にも相模里神楽や古式消防、飯山白龍太鼓、白龍の舞など、厚木市には未来に伝えていきたい文化がたくさんあります。どれも大切に残していきたい文化ですね。そうですね。ところで堀口さん、厚木市は絆も大切にしていることをご存知ですか？どういうこと？厚木市には海外に3つ、国内に2つの友好都市があり、文化や芸術、スポーツなどで活発に交流をしているのよ。アメリカニューブリテン市、中国揚州市、韓国クンポ市、秋田県横手市、そして北海道網走市ですね。友好都市との絆を大切にして、みんながもっともっと仲良くなるといいな。
堀口さん、最近市民の皆さんが世界でも活躍されていることを知っていますか？もちろん知ってますよ。大喜利勇気選手がロンドンオリンピック女子サッカーで銀メダル、菅井まどかさんはローザンヌ国際バレーコンクールで優勝、そして青山修子さんがウィンブルドン女子ダブルスでベスト4入り。皆さんすごい活躍ですよね。そうですね、皆さんの世界での活躍は本当に素晴らしいですね。本当本当すごいですよね。これからもどんどん市民の皆さんが世界で活躍することを期待しています。あ、活躍しているといえば大事な方を忘れてませんか？ん？そう、こちらの我らがあゆころちゃんです。ゆるキャラグランプリ3年連続ベスト10入りですよそうでした。あゆころちゃんは今や全国区の人気を誇るご当地キャラクターですね。これからも厚木を全国に PR するために頑張ろうね、あゆころちゃん。そうそう、その息だよ。今年も全国各地のイベントに出演しようね。堀口さん、イベントといえば厚木市でもたくさんのイベントが行われていますよ。はい、私もあゆ祭りとかいっぱい行きました。では今度はいろいろなイベントを一緒に見ていきましょう。はい、平成20年に始まった神奈川フードバトル in 厚木。神奈川県内のさまざまなご当地グルメが厚木に集まりました。ご当地グルメといえば忘れてならないのがご存知、厚木塩ころホルモン。全国のご当地グルメの祭典 B1 グランプリで厚木塩ころホルモン探検隊として出場して見事ゴールドグランプリを獲得、厚木の名を全国に知らしめました。 B1 グランプリは平成22年に厚木市でも首都圏初として開催され、当時過去最高の43万5千人が来場し、街中がにぎわいました。夏の夜を演出するのが平成20年から始まった厚木ジャズナイト。ジャズを中心としたちょっと大人向けのステージですが、多彩なフードコートは子どもたちにも大人気です。厚木の秋の一大イベントとなったのがにぎわい爆発厚木国際大道芸。国内外のパフォーマーが一流のテクニックを披露します。本厚木駅周辺がまるで劇場になったようで、多くの観客でにぎわいます。そして厚木あゆ祭り、毎年50万人以上の人出でにぎわう神奈川の祭り50選にも選ばれた厚木市最大のお祭りです。約1万発の大花火大会が厚木の夏の夜空を彩ります。こうして見ると本当に厚木市って人も街も元気にあふれていますよね。そうですね。あゆころちゃん、見て見て、花火すごいいっぱい。厚木に住む人みんなが元気に楽しく幸せな生活をして、厚木の魅力をいろんな人に知ってもらえればいいですね。はい、本当そう思います。これからの厚木がとっても楽しみです。あー、綺麗だね、あゆころちゃん、見て見て。堀口さん、あゆころちゃん、いかがでしたか？厚木市の60年を振り返ってみました。はい、本当にいろんなことが分かりました。普段何気なく生活しているけど、60周年を機に厚木のことをたくさん知ることができました。厚木の魅力が再発見できて、これからの厚木に期待が膨らみます。そして全国の皆さんに厚木のいいところを知ってほしいと思いました。あゆころちゃん、これからも一緒に頑張ろうね。さて、そろそろ堀口さん、皆さんに。はい、平成27年2月1日厚木市は市政施行60周年を迎えました。これからも厚木市は元気あふれる豊かな街として未来に進んでいきますので、今後ともあゆころちゃんともどもよろしくお願いします。